ただ風に揺られて何も考えずに、ただ雲を眺めて過ごすのもいいよね。誰しも何かしら使命を抱えてる。ただそれだけのこと、悩むのはもうやめた。さざ波の音に癒されてく。奇跡を運ぶ風の音、時を閉じ込めて。シャイニングスター綴れば、夢に眠る幻が手のひらに降り注ぐ新たな新世界へ。こんにちは、こんばんは、どんこまです。ということでですね、まぁ、ちょっと今回からね、生放送の切り取りとかちょっとやっていこうかなと思ってまして、で実際ね、これ生放送の切り取りなんですけど、あのさ、まぁ、ちょっともうちょっと投稿頻度を増やしたいっていうのがあります。カメさんね、個人的にそう、投稿頻度を増やしたいっていうのもあるし、あとね、そのまぁ、1日まぁ、2、3本ぐらいはちょっと上げたいかなっていう気もしますね。そう、まあ、普通の動画2本プラス、まあ、生放送できたらね、あるっていう感じでちょっとやっていこうかなとこれから思っているので、生放送の切り取りをねちょっと始めようかなと思ってます。で別にね、生放送嫌いっていう方はそう、まあ、ちょっと言ってください、うん、ちょっと考えるんで、カメさんもちょっとね今試しでやってるような感じなんで、生放送の切り取りの実況はね、そう、まあ、という感じなんで、まあ、ちょっとどんどん、投稿頻度を上げて、あとチャンネル登録者数と、あと再生回数を伸ばせればいいかなと考えておりますね。まあ、結構生放送の切り取りって便利よね、本当に YouTuber からするともう本当にめちゃくちゃ便利なんでね、ぜひぜひね、ちょっとやっていきたいなと思うんですけども、まあ、ちょっと皆さんどうでしょうかっていうことでね、問いかけております。まあ、ハブラですね、まあ、ハブラの不要感なんですけど、個人的にはまあまあ弱点に目をつぶればかなり高いです。KN より高いんですけども、ちょっと弱点っていうのがね、あってね、それ何かっていうと、ハブラってね、敵の銃撃ですね、を食らうと、ちょっと、反動が跳ね上がるっていう、うん、一気にブレるっていう性質を持ってるんですよ。やっぱりその性質がきつくて、で、その性質を告白するっていうか、まあ、ちょっと半減するっていう、ためにはね、タフネスが必要なんですよ。で、今の環境、タフネス強いですか？弱いでしょ。そうそう。ショック RC とかあるんで、やっぱりね、その一人だけタフネスつけてると、その人にね、ショック RC が集中してしまいますので、そう、なんでね、ちょっと今の環境タフネスつけるっていうのはあんまり強くないですよね。そう、あんまり強くない。本当は冷血つけた方がいいんですけど、やっぱりね、ショック RC もあるので、そう、ね、どうしてもつけざるを得ないということで、絶対につけたいって人が出てくるんですよね。となった時にハブラを使ってしまうと、そう、冷血を使ったままハブラを使ってしまうと、やっぱり敵の銃撃をすぐ食らって、もうね、跳ね上がってしまって、そう、反動が跳ね上がってしまって、使い物にならないという感じになってしまうので、ちょっとこの前のね、ランキングですね、トップ5でも上げたんですけども、なぜは、そう、ハブラが乗ってなかったかっていうと、やっぱりこれですよね、一番の原因、そう、跳ね上がってしまうこの弱点のせいで、カメさんは乗せなかったっていうのはありますね。そうですね、まあちょっと今回はね、まあちょっとハブラの評価とですね、あとちょっと結構そう雑談とか、していこうかなと思います。でカメさんなんですけども、カメさんはね、結構ライト層とあとガチ層向けのね、動画を作りたいと思っていて、やっぱりね、別にガチ層をだけ狙うとか、そう、ライト層だけ狙うとかでも別にいいと思うんですけど、カメさんはもうガチの、そう、ガチでやってる、そう、無双した、そう、プレイとかね、そう、あげたいし、あと、こういうオープニングとかさ、オープニングとか茶碗とか、そう、ライト層向けに、やってあげたいと思ってる。俺はどっちも掴みたいと思ってる。ライト層もガチ層も。そう、掴みたいと思ってるんで、俺はね、別に偏っても全然いいと思うけど、もう俺は本当に欲張りちゃんなんで、そう、欲張りちゃんなんで、もうどっちもね、もうどっちも、掴んでいこうかなと。どっちのね、もうその心も掴んでいこうかなと思っております。もうよかったらね、もうライト層の人も、ガチ層の人もね、どっちもカメさんの動画見えるようなね、感じの、実況者になりたいと思いますので、ぜひぜひね、チャンネル登録とか、あと応援とか、あとよろしくお願いします。まあそうですね、まあ本当に生放送の切り取りっていうのはこういう感じにしよっかな。うん、だって、しおりモバイルだけであんまり話すことないもん。本当に。俺のプレイを見ながら、こういう雑談とかね、まあ、ちょっとしおりモバイルに関する、こととかちょっと話していけたらいいかなと思います。でね、ちょっと今日も出すんですけど、そう、今日、同じ日にちに出すと思うんですけど、あと最新情報ですね、ちょっと大型アップデートのことをね、ちょっと話したいかなと思います。で、話したいんですけども、ちょっとね、今回多分それで、これで多分 COD モバイルの運命が変わる。運命が左右される。
そう、今回の大型アップデートで、マジでクソみたいな、そう、クソみたいな、もうゲームになるか、それか神ゲーになるか、どちらかやと思いますよ。玉抜けとか、そういうラグとかが修正されたりしたら、俺はマジで神ゲーとかすると思う、このゲーム、本当に。うん。ね。まあ、ということでね、まあ、ちょっと、世界大会とかさ、なんかあるらしいね。ちょっとこのゲーム結構熱くなってきたのと。うん、ちょっと俺燃えてきたやろと。うん、このゲーム結構来るんじゃねえかみたいなね、感じに思っててね。そう、カメさんは非常に嬉しい限りでございます。まあ、ちょっとね、うん、COD モバイル、まあ、ちょっと運営さんの修正がちょっと大胆すぎるっていうのもあるんですけども、まあ、ちょっと、本当に、まあまあちょっとやればできる子なんで、本当に。うん、ドイツが言うてんねみたいなね、感じなんですけども。うん、まあちょっと COD モバイルの上さんには頑張ってほしいところですね。まあそうですね。まあちょっと話すこと、そう、話すことね、ないかな、本当に。あの、本当にさ、俺結構さ、実況とかやってるんですけど、こういうプレイとかに関して喋ってるからね、そう。ここはこうやって、みたいな。ここはあそこに敵がいると思ってとか喋ってるんで、そう、あれだけ続くんですけど、今回の場合こういう切り取りなんで、そう、雑談、ちょっとメインでね、ちょっと雑談もちょっと入れながらやってるんでね。まあちょっと解説とかっていうほどでは今回はないです。解説っていうか雑談かな。まあ、という感じでやってますね。うん。まあ、皆さんね、KN とか、あと、まあ、ハブラとかね、まあ、使いたい方いると思うんですけども、カメさんは、本当に言っちゃうと、KN やと思う。AR 使うなら、KN か AK117 やと思います。この二つやと思います。はい。もう本気で言っちゃうと、もうガチでね、俺別に、なんか、どの武器も最強とかさ、あんまりちょっと言うの好きじゃないし、まあ、ちょっと言っちゃうんですけど、そう、ね、言っちゃうんですけど、結局は KN やと思う。結局性能だけで見るんやったら断然 KN です。まあということでね、まあちょっとこういう感じで今回終わっていきました。まあ雑談どうだったでしょうか。まあちょっとこれからもね、生放送の聞いたりとか、あとサーチャンドです、それでスーパープレイした試合とかね、ちょっと上げていきたいと思いますので、ぜひぜひね、応援とあとチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それでは今回これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。